こんにちは。立法モールにあるステーキ21というところに行ってきました。まあ、よくあるステーキ屋さんという感じでしたね。雰囲気も日本のような感じです。でメニューは、まあ、ちょっとお高めで2000円ぐらいはしましたかね。こちらは特にいいメニューで、そうですね、2500円ぐらいしたのかな。で肉の種類もすごい豊富で、いろいろありました。リブとかね、サーロインとか、いろいろな種類がありましたかね。和牛もありますね。和牛もあったり、ランプチョップって書いてますね。魚もあったんじゃないかな。チキンもありますね。魚もあったり、でコンボっていうやつが割とリーズナブルになるので、これを子供用に頼みました。お肉の量は 150g になりますけど、2人で2000円もしなかったような気がします。でパスタやナシゴレンですかね。でデザート系の飲み物すごいたくさんありました。お店が結構寒いので、こういう冷たい飲み物は結構みんな寒い寒い言ってました。でオレンジのフロートなんですけど、甘すぎて最後息子はもういらないって言ってましたね。でインドネシアの飲み物は結構甘いです。これフレッシュジュースのメロンなんですけど、これも多分砂糖も結構入ってるのかなっていう感じがしました。お友達曰く砂糖はノンシュガーでって言うとしてくれるらしいですけどね。これはチョコレート系の飲み物ですけど、まあこれも激甘っぽかったですね。娘は途中でリタイアしてました。でマンゴーかな、一番飲めてたのは。これも砂糖入っているかもしれないですけど、まあ美味しかったです。甘いですけどね。なのでノンシュガー挑戦してみたいなと思います。ナシゴレン、こちらはナシゴレンでね、フィッシュのナシゴレンだったかな。美味しかったですよ。でこちらコンボのお肉で、肉はちょっと固めでしたかね。息子はでも美味しいって言ってました。でドレッシングが甘々でしたね。これも甘いのかっていう感じでね、ドレッシングも結構甘めでした。でこれステーキなんですけど、ステーキは味4つあったので、それで味変して食べるのが美味しかったです。パスタとかね、トマトとかサラダも美味しかったですけど、サラダのこっちはねちょっと味が違いました。で足りないのでご飯を足しました。でご飯を食べたら主人も結構お腹いっぱいになった感じでした。で家族で1万円ぐらいでしたかね。結構なく額ですね。でこれ辛いやつで、これお茶は普通のお茶でした。またインドネシアの情報を発信していきますので、よかったらまたご覧ください。